トラゴパンサティラヒオドシ樹形は、ひじめひじかに分類される鳥類の一種。チベト、インド、ネパールオスは、体長67から72センチメートル、メスは57センチメートル程度。翌朝は22から26センチメートル。体重は970から1800グラム。ヒオドシ樹形は、樹形類の中でも最も体が大きい。 標高2400から4250メートルの森林地帯に生息し、地上性で主に植物の葉や種子、昆虫などを食べている。標高が高く寒さにも強い。この鳥は冬になると餌を求めて2100メートルくらいまで降下して生活することがある。巣は樹状に作り、繁殖期は5から6月、2から4個の卵を産み、放卵期間は28日程度。 メスはオスに比べて地味な色合いで全身が褐色をしているが、オスの日おどし樹形は鮮やかな紅色の体に黒い縁取りのある白色の反転が見られ大変美しい。ディスプレイのシーズンにオスはとても特徴的な求愛行動をする。普段目立たないようにしている喉の青い肉水を広げ頭部にも耳状に伸びる肉質の角を立てる。岩陰などに オスが隠れメスが通るのを待つという行動をしたり、肉水を振り回したりして、求愛行動を行う。種照名のセイターは、ギリシャ神話に出る、犯人犯獣の精霊、サチュロスが来ており、肉質の角が由来となったと推測される。ありがとうございます。